数々の名曲を生み出した伝説的なレコーディングスタジオがとあるアメリカの田舎町にあるのを皆さんご存知でしょうか。おはははようございますここんんんにちはこんばんは シンンガーーソングライターのうすいミトンです金曜日の朝8時30分からお送りしている TBS ラジオ金曜ボイスログ12月15日の音楽コラム「ミュージックログ」はソウルミュージックの聖地あの伝説的なミュージシャンそして名作の数々を生み出したとあるレコーディングスタジオについてお話しします。 世界遺産に推したいソウルミュージックの聖地マッスルショールズについて今日の10時台からの特集テーマが世界遺産ということで <laughs> 音楽にまつわる世界遺産って、はい、歴史の長いクラシック音楽に関するものであれば、ね、ウィーン国立歌劇場とか、ね、モーツァルトの聖歌と生まれた家とかねいろいろいくつかあるんですけど、はい、ただ20世紀半ばから誕生した比較的歴史の浅い ポピュュラーミューミジックロックとか <laughs>、うん、ソウルミュージックリズムブルースといった音楽にまつわるものとしては世界遺産って今のところ登録されてるものはまだないんじゃないかなという感じなんですよね。はいはい、でそう考えると世界遺産になりうるものポピュラー音楽にとっての聖地みたいなものってどういうところが考,考えられうるかなと思っていろいろちょっと考えてみたんですが、うん、やっぱりね時代を象徴するような 大ヒットをたくさん生み出したレコーディングスタジオっていうのが、はいはい、こうなんて言うんでしょうね遺産というかとして価値があるんじゃないかと。 いいう,うにちょっと思いましてですね例えば、はい、ビートルズが録音したロンドンのアビーロード・スタジオなんていうのは、うん、もう今すぐにでも世界遺産に登録されてもおかしくないんじゃないかなんてロックミュージックファンは思ってしまうんですけど、はい、それ以外にも例えばデトロイトのモータウン・スタジオとか、うん、メンフィスのスタックスとかハリウッドのサンセット・サウンドとかねこのロックの名盤が生まれたスタジオっていうのがいろいろあって日本でもねつい最近ドキュメンタリー映画 にもなりました音響ハウスっていう音響多分今公開中じゃなないいかな音響ハウスっていう東京にあるスタジオなんですけどね、はい、まあそういういろいろ名門スタジオみたいなものが割と各地世界各地あるんですがこういったその名門スタジオって 当然といえば当然なんですけどポピュラーミュージックってまあ若者文化じゃないですか、うん、言うならばなのでスタジオ自体もやっぱり若者が集まり若者文化が花開くおしゃれな街に存在することが非常に多いんですよ今さっき例として挙げたスタジオもまあ全部そうですよロンドンとかね、うん、東京とか、うん、ハリウッドとかで、えー、今日はですねそういった華やかな大都会とは全く無縁の超ど田舎。 なんていう言葉を使うと、ちょっといろいろと <laughs> あの、怒られてしまうのかもしれないですけど、このですね。でもね、本当にちょっとこの田舎町としか形容のしようがない。本当に何もない町に突然変異的に生まれたソウルミュージックの聖地というのがあるんですよ。はい、アメリカ南部アラバマ州のマッスルショールズという町についてお話しします。はい、マッスルショールズという町、リズムアンドブルースの数々の名作を生み出した音楽の町なんですが。はい ボブ・ディランダとかポール・サイモンローリング・ストーンズといったロック界のスーパースターたちもこの街のサウンドに憧れて憧れてみんなねもうこの街のミュージシャンとこの街のスタジオで自分の作品を撮りたいっていうんでみんな押しかけるんですよ<ー>まさにロックスターたちが聖地巡礼しに行くようなもうまさに聖地という言葉がふさわしい街ところがですねこの街僕もレコーディングで実は行ったことがあるんですけど もうね大自然ですよ地平線まで続く一本道と、うん、もうあとは牧場と湿地とジャングルみたいな森があるくらいの本当にそれ以外本当に何もない場所でちなみにねこのアメリカに入国する時に滞在の目的とか、はい、滞在先とか聞かれるじゃないですか入国審査で。僕アメリカ人なら当然 向こうの人ならみんなこのねそのソウルミュージックの名作が生まれたこのマッスルショールズという街についてみんな知ってるもんだろうと思って、うん、いやもう自分は今からマッスルショールズに行って。 レコーディングしに行くんすみたいなことを結構ドヤ顔で入国審査官の方に行ったら黒人の方だったんですけどそんなマッスルショールズって直訳すると筋肉海岸なんですよマッスルで筋肉じゃないですか筋肉海岸なんてそんなふざけた名前の街があるわけないだろうって大笑いされてで僕が逆に教えてあげるっていうそのくらい向こうの人であっても音楽に詳しくないと知られてない地名なんですよね。 でなんでそういうアメリカ南部の一つの、まあ、田舎町がソウルミュージックの聖地になったのかっていうと、うん、事の始まりはリック・ホールっていう人が青年がいてですね、はい、その町でその曲を書くポップスの曲を書く仕事をしてたんですけど、うん、まあ町が田舎町なものだからこのせっかく曲を書いてもそれを取れるレコーディングスタジオがないと。 もうん、おちゃ仕事にならんということで自分でレコーディングスタジオを小さな簡易なものを作り始めたわけです。作って地元でくすぶっていた、まあ、全く無名のシンガーたちに歌わせて何曲かこう歌を作って。うん でレコード版にしてリリースしたところ結構順調にヒットをしてしまってまあセンスが良かったんでしょうね <laughs> で、えー、その中の一人パーシー・スレッジという歌手の「男が女を愛する時」っていうレコードが全米で大ヒットしまして、はい、でこの大ヒットしたこの曲があまりに評判が良くて。 まあ、ウィルソン・ピケットっていう当時売れ始めていた今バックでかかってる曲がそうなんですけどソウルシンガーもじゃあマッスル・ショールズで撮ってみたいわって言ってマッスル・ショールズ来てレコーディングするんですけどその曲も全米で大ヒットしちゃったわけなんですよ。すごいですね、うん、でそのヒットを受けてですよ、はい、さらに、まあ、3匹目の土壌を狙ってはい、はい、超大手のレコード会社のアトランティックという会社が当時こうどうやって売り出そうかなって悩んでいたアレサ・フランクリンという。 当時は全然売れてなかったで彼女をマッスル・ショールズの,そのかっこいいサウンドで売り出せば売れるんじゃないかということで、うん、アレサ・フランク・リオンをこの町に送り込むわけなんですよ。でアレサはこの町にやってきて中のスタジオに入ってびっくり仰天するの何に驚いたと思います 内装とか,ですかあのね内装とかもちゃんとした設備は確かに整ってなかった、はい、なんだけどアレサが何にびっくりしたかっていうと、はい、ミュージシャンが全員白人だったんですよお<ー>であのウィルソン・ピケットって、まあ、黒人の黒人マーケットのための、まあ、黒人音楽ですねうんでいわゆるブラックミュージックと言われるものファンキーなあのウィルソン・ピケットの曲を弾いてたのがこの白人の年派も行かない坊やたちだったのっていうことでアレサは非常にはい、はい 驚く、うん、でなんで驚くかって言ったら我々今となってはもうちょっと想像もつかないかもしれないですけど当時人種隔離政策の真っただ中、うん、で特にリズムブルースっていうのは黒人による黒人のための音楽という感じがやっぱりあったんでしょうね。うん、でそもそも黒人と白人が一緒に仕事をするっていうこと自体が特に人種差別が根強かったアメリカの南部ではまあまず考えられない。で 特にアラバマ州っていうのはその人種隔離政策を積極的に推し進めた悪名高きジョージ・オレスという州知事の天下でしたからもうね白人のミュージシャンが黒人歌手の伴奏をするなんていうのはちょっともう世界がひっくり返るくらいびっくり仰天な出来事だったわけですよただこのフェイムスタジオっていうこのマッスル・ショールズのスタジオなんですけど創設者であるさっき出てきたリック・ホールという人この人は 腕が良ければ人種なんて別にどっちだっていいじゃんとレコードになっちゃえば別に肌の色見えないしっていう,、うんうまあ、ある種ビジネスマンとして非常に合理的な考え方をする人だったんですね、うんまあ、この人も白人の方なんですけどそしてそんなマッスル・ショールズのその白人の若手ミュージシャンたちと録音したアレサの楽曲っていうのがまた大ヒットして、うん、アレサ・フランクリンという歌手がソウルシンガーとしてキャリアを築く第一歩になったと。 こんな具合にマッッスルルルショーーズで録音されたソウルミュージックリズムブルースっていうのが大ヒットを連発していくものだからそれに憧れた若い頃そのサウンドに憧れた世界的なロックスターたちっていうのがみんなこの街を訪れて自分の作品もここで録音したいっていうふうになるもんだからソウルだけじゃなくてロックの世界でもささらに名作がたくくん生まれていくと例えば「ローリング・ストーンズ」の代表曲の「ブラウン・シュガー」。 っていう曲があるんですけどここれもねこの『マッスル・ショールズ』で実はロンドンとかではないんですよアメリカ南部で撮られてるでポール・サイモンの「僕のコダク・クローム」とかね大ヒット曲もいくつもマッスル・ショールズで録音されているというもともと音楽産業とは全く縁のなかった田舎町でなぜこんなに数多くのヒットソ,ットソングがね生まれたかって正直実ははっきりした答えは誰にもわからないわけですこのリック・ホールがたまたま始めたスタジオでたまたまヒットが続いたというふうにしか説明ができない。 わけなんですけどただ僕が思うのはアラバマ州ってメンの大産地なんですよ<ー>大農場がすごく多い,はい、はい、ってことはつまり奴隷として連れてこられたアフリカ系の方もすごく多かったんですよねそういう方たちが口ずさんでいたあるいは演奏していたブルースという音楽がこの土地にやっぱりしっかり根付いていたんだろうな っていうのは確実に言えると思うんですよねそれをロックの洗礼を受けた六十年代の白人のティーンネンジャーたちがしっかりと消化してその土地の文化として消化してそれを受け継いだってことなんじゃないのかなというふうには思ってますロックンロールであるとかブルースそういった音楽に熱中した当時の若者たちにとってはあの時代のアラバマ州であっても やっぱり肌の色なんていうのは全く本人たち関係なかったんだろうなっていうその音楽の力をすごく感じる話だなというふうに思うんですよね。そんなマッスル・ショールズの若いミュージシャンたちの実力であったり演奏の素晴らしさを世の中に知らしめた決定的なきっかけっていうのはやっぱりねなんといってもそのさっき言ったアリサ・フランクリンのヒットによるところが大きいんですけどなのでアレ,サアレサの音楽とマッスル・ショールズってセットで語られることが多い。アレサといえばマッスル・ショールズマッスル・ショールズといえばアレサ。でも 実はこれちょっと面白い話があってアレサ・フランクリンのレコーディング中にアトランティックのレコード会社の社長つまりアレサの所属レコード会社の社長と、はい、そのスタジオのオーナーのリック・ホールっていうのが大喧嘩したんですよ。はい、でアレサご一行は怒って途中でニューヨークに帰っちゃったんです実は。アルバムそこでマッスル・ショールズでは完成しなかったんですよ。でどううしたかっていうと ニューヨークのアレサご一行はマッスル・ショールズの,その若手ミュージシャンたちをニューヨークに呼んで残りを取ったっていうなるほどそれでアルバムをなんとか完成させたっていう <laughs> なので実はアレサの歌でマッスル・ショールズの現地で録音されたのは意外に知られてないですがこの曲たった1曲だけ。 っていうこの一曲をですね今日はお聴きいただきたいと思いますこの曲ででもアレサはソウルシンガーとして大スターになりましたアレサフランクリンで I never loved a man the way I love you